クリストファー・ポール・ジュメネスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡、ギルロイ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。相性は G。2001年の MLB ドラフト34巡目で、コロラドロッキーズから指名されたが、ネバダ大学リノコへ進学した。2004年の MLB ドラフト19巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、 6月21日に契約。この年は参加の A-9 マホーニングバレースクラッパーズでプロデビュー。71試合に出場して打率。310本塁打、38打点に投塁を記録した。2005年は A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーし、112試合に出場して打率。234、13本塁打。 66打点、4盗塁を記録した。2006年は A 級レイクカウンティでプレーし、91試合に出場して、打率、255、11本塁打、40打点、6盗塁を記録した。2007年は A 級キンストン・インディアンスと AA 級アクロン・ュアロズでプレー。A 級キンストンでは83試合に出場して、打率、283、 20本打、五54打点、3盗塁を記録した。2008年は AA 級アクロンでプレーし、55試合に出場して打率、339、6本打、二26打点を記録した。6月にトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ昇格、54試合に出場して打率、272、3本塁打、19打点、2盗塁を記録した。 オフの11月20日にインディアンスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2009年3月10日にインディアンスと1年契約に合意し3月28日にトリプル A 級コロンバスクリッパーズへ移動した。トリプル A 級コロンバスでは39試合に出場して打率235級本塁打32打点1盗塁を記録した。 5月31日にメジャーへ初昇格し、6月3日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。9回裏から1塁の守備につき、打席には立たなかった。翌4日の同カードでは、7番1塁手で先発起用され、3打席目の7回表にスコット・ベイカーからメジャー初安打となるソロ本類打を放った。8回裏から保守の守備につき、初マスクをかぶった。 この年メジャーでは45試合に出場して打率1443本類打、7打点1盗塁を記録した2010年2月24日に40人枠を外れトリプル A 級コロンバスへ降格した開幕後はトリプル A 級コロンバスで55試合に出場して打率2769本類三32打点1盗塁を記録した七月十日に インディアンスとメジャー契約を結んだ。この年メジャーでは28試合に出場して打率19、191本塁打、8打点を記録した。オフの10月29日に40人枠から外れ、トリプル A 級コロンバスへ降格した。11月2日に FA となった。2010年12月14日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2011年は、 参加の AAA 級タコマレーニアーズで開幕を迎え、4月8日にマリナーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は、ミゲル・オリーボのバックアップとして出場していたが、6月29日に、借金の故障で15日間の故障者リスト入りした。P7 月3日に60日間の故障者リストへ移動し、9月1日に故障者リストから外れた。昇格後は8試合に出場した。 この年は24試合に出場して打率。203、1本塁打、6打点を記録した。オフの12月13日にノンテンダー FA となったが、翌14日にマリラーズと1年契約で再契約した。2012年2月6日にィーフとなり、14日に FA となった。2012年2月16日にタンパベーレーズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級ダーラムブルーズで開幕を迎え、4月14日にレイズとメジャー契約を結んだ。ホセ・モリーナに次ぐ2番手星として起用されていたが、24試合の出場で打率が191と落ち込み、5月28日にトリプル A 級ダーラムへ降格した。登録枠が拡大した9月1日にメジャーへ昇格した。昇格後は、モリーナ、ホセ・ロバトンと、 交代で先発起用され18試合に出場した。この年は42試合に出場して打率261本塁打9打点を記録した。2013年3月25日にトリプル A 級ダーラムへ移動しそのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ダーラムでは95試合に出場して打率2243本塁打22打点。 一投類を記録した。9月1日にメジャーへ昇格。昇格後は4試合に出場して打率333だった。2013年12月20日に、ウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍した。2014年3月28日に、ウェーバー工事を経て、テキサスレンジャーズへ移籍したが、4月5日に、FA となった。その後、4月9日に、 レンジャーズとマイナー契約で再契約した。開幕後は参加のトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスでプレーし、31試合に出場して打率、259、4本類打16打点を記録した。5月20日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は34試合に出場して打率26、262、11打点と結果を残せず、 8月7日にディーフとなった。2014年8月23日にフルス・インディアンスへ移籍した。2014年11月21日にシーズン途中まで所属していたレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2015年は AAA9 ラウンドロックで開幕を迎え、7月31日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。 契約後はコンスタントに出場機会を得て36試合に出場した。打率2555本類が14打点2盗塁、オプス0.820と好調を維持し、特に長打をハイペースで生産した。他方、守備成績はまずく、全36試合でマスクをかぶって3失策、守備率 988DRS4、 投類阻止率10%という内容に終わった。2016年5月3日にィーフとなった。2016年5月4日に金銭トレードでインディアンスへ移籍し、翌5日のデトロイトタイガース戦に出場した。この年は、聖保守のヤン・ゴームズがフル出場しなかったこともあり、自己最多の68試合に出場。バッティング面では、打率216、4本塁だ。 11打点、オプス0.602という成績を記録。保守としての守備は、59試合で3失策、守備率99、992 DR、DRS-4 という成績で、いまいちだった。また、2試合で投手としてもマウンドに上り、3.0イニングを4安打4失点という投球内容だった。11月18日に40人枠から外れる、形で、 トリプル A 級コロンバスクリッパーズへ配属された後21日に FA となった2017年1月12日にツインズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった開幕はメジャーの25人枠で迎えることとなったこの年は74試合に出場して打率227本塁打16打点 一投類を記録した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月22日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕を参加のトリプル a 級アイオワカブスで迎え、5月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月4日に DF となり、 6日にマイナー契約で、AA、a a a 級 i o a へ配属された。2018年8月30日にボビー・ウィルソンとのトレードで後日発表選手、または金銭と共にツインズへ移籍した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月29日に FA となり、11月28日に現役引退を表明した。 2019年シーズンにはロサンゼルスドジャースの作戦コーチを務めるも1年で退任した。ありがとうございます。